この前も賞を取られたんですって？お忙しいでしょう。花房さんの作る家具は女性からも大人気。この色味がたまらないって。ああ、どうも編集長。どうもどうも。いやー、今ね、編集長の話をしてたところなんですよ。どうもどうもじゃないわよ。相変わらず軽いわね。いやー、編集長こそ相変わらずで。それよりお仕事ですか？いい記事書きますよ。察しがいいわね。詳細メールしとくから目通しといて。どうせまたあのネクラな弟と一緒でしょ。ひどいな、編集長。ようにも社会勉強させてやらないと。ちょっとあなたの文才でも分けてあげたら？爪の垢でも煎じて飲ませておきます。とにかく記事頼んだわよ。はい、了解。兄ちゃん、そこで女性を魅了する花房さんの作品からにじみ出す色、一体何を使ったらこのような色が出せるのでしょうか？独自の配合の塗料を使っておりまして、中身はまあ秘密なんですけど。秘密ですか。こちらの完成も楽しみですね。少し塗料の仕入れが遅れてまして。じゃあ花房さん、ちょっと作業してるような感じで1枚。でも津田さん、その塗料が入ればあなたにぴったりの作品になると思いますよ。怪しいね、そこ。大衆ホラー雑誌の特集としてはぴったりだな。注文した人が姿を消す呪われた家具工房。兄ちゃん、まずいよ、マジで。やばいって、あそこは。ああ、分かった分かった。お前は余計なこと考えなくていいから、いつものように俺の代わりに記事頼むな。俺はもうちょっと貼ってくるから。兄ちゃん、少し塗料の仕入れが遅れてまして、その塗料が入ればあなたにぴったりの作品になると思いますよ。
これも作品のためなんです。一滴も無駄にしませんか。兄ちゃん、よしこさん、まだ足りない。ええ、まだまだ。